長時間労働は当たり前。こちら、あちまるラジオ、あちラジのお時間です。はい、今日も、昨日に引き続き、今日も動画を撮っていこうかなと思っております。はい、ライズ80、なかなか2日連続やるじゃねえかと、褒めてください。褒めてくださる、あとですね、僕今日5月18日なんですけど、私今日誕生日でして、5月18日誕生日なんです。皆さんツイッターとかでもね、DM とか、DM だけで15件今いただいてまして、ありがとうございます。マジでありがとうございます。一件一件ちゃんと、ちょっと、まだ返せてないんですけど、ちゃんと返させていただきたいなと思いますし、コメントもね、ツイッターの方、リプライとかなんかいろいろ、くださった方もありがとうございます。ちゃんと返させていただきます。はい、ということで、今日は誕生日なので、皆さん誕生日プレゼントということで、いいねと、チャンネル登録、よろしくお願いします。はい、ということで、今日は何を喋ろうかなと、いろいろ思ってたんですけど、ヤフーニュースを見ていたところですね、なんか面白そうな記事があったので、今日はこれを喋ろうかなと思って動画を撮っております。はい、ということで、何のヤフーニュースかと言いますと、なんかね、初めてらしいんですけど、国土交通省が、軽貨物のね、個人事業主に対して、初めてなんか、実態調査を行ったみたいな、そういうニュースの記事があったんですよ。で、なんで行ったかというと、新規参入がね、軽貨物、個人事業主で、今かなりこの、軽貨物ブームみたいな、ちょっとあるじゃないですか。あるんかな僕は軽貨物やってるからそう思ってるだけかもしれないですけど、このなんか、すげえドライバーが人手不足だからみんな来てよみたいなね、感じで、なんか結構、脱サラして、軽貨物にね、すごい新規参入してる人が非常に多いらしくて、これで、なんか、相次いで、すごい新規参入してるから、余計に、事故がね、増えてるらしいんですよ。で、なんでこんなに事故が増えてるのかっていうので、国土交通省がいろいろね、個人事業主に対して実態調査を行ったところ、4割の人が、1日11時間以上働いており、事故の背景に長時間労働がある可能性などが明らかになったってね、記事にあるんですけど、いや、まずね、まずここの部分についてちょっと言わせてもらいたいんですけど、こんなもんね、昔からそうやし、11時間以上なんか、正直軽貨物で、個人事業主でね、稼いでる人というか、まあ、個人事業主で軽貨物をやろうと、脱サラして、これでやろうと思われてる方、11時間、当たり前です。これを、まあ、長時間って言われれば長時間なのかもしれないです。僕の感覚はちょっと狂ってるんかもしれないですけど、軽貨物でね、稼いでる人で、11時間労働ってね、別にね、まあ、正直なところ当たり前なんですよね。それぐらい働けよっていうか。だからね、これを長時間労働で、だからこれが事故の背景にはね、この長時間労働の背景があったってなってるんですよ。いや、まあ、その11時間労働もあるかもしれないですけど、違うよと。俺は正直それじゃないなって思うんですよ。まず、まあ、すごいなんか事故がね、なんか、増えてるらしくて、で、まあ、その、事故が多いのはね、やっぱりこの長時間労働で、やっぱそれで、なんかもう拘束時間がね、長いから、まあ、それで疲れてね、なんかまあ、事故が起きてるんじゃないかみたいな感じなのかなと思うんですけど、まず、事故の原因は、荷物の量です。間違いなく僕はそれが一番やと思うんです。まあ、長時間労働も関係あるっちゃ関係あるんかもしれないですけど、まず荷物の量が多すぎて、そして時間指定に追われ、荷物に追われ、再配達に追われっていう、その焦り、時間の焦りで、ちょっとね、その注意力が散漫になってしまって、で、まあ、事故がね、起きてしまうんですよ。これほんまに、長時間労働とかじゃなくて荷物の量です。正直言って。だからまあそれ、これ、なんか間違ってるなと思って、なんか、長時間労働したから事故が多いんだみたいなね。じゃあ8時間にしたら事故が減るのかって言ったら減らないです。8時間になったところで、
8時間で配りきれるか切れないかぐらいの荷物の量をどっちみち渡されるんですよ。4時間になっても一緒ですよ。じゃあ4時間になったら事故が減るのかっつっても、4時間になっても減らないです。4時間っていうね、まあアマフレとかやったらオファー4時間取るじゃないですか。それで例えばまあ80個とか、まあ80、まあ言うたらね、まあ、極端な話4時間100個とかの持ち出しの荷物を持たされたらね、もう焦るじゃないですか。時間指定っていうか、もうこの4時間で100個は配りきれるかなみたいな、1時間20個以上やみたいな感じで、まあ、焦るじゃないですか。で焦って、まあ、やっぱその運転も荒くなるし、この注意力が散漫になるしね、このやっぱりその全然ね、行き慣れてない場所とか行くじゃないですか。これやったらその携帯のねナビとか見ながら、この探すんですよ。今いる場所と携帯のナビ見ながら、この道かな、いやもう一個この道右かなみたいなね、どっちやろどっちやろみたいな、なんかそうやってなんか結局その道どっちやろどっちやろみたいな思ってたら、横から車がねとか人とかが来たら、やっぱそれで事故とか起きてしまいますし、どうしてもね携帯をかなり見てしまうんで、どうしてもそういったね、アマフレとかデリプロとかそういうなんて、まあ佐川さんも一緒かもしれないですけど、やっぱすごいそういうのは見てしまう、ルートとかをねなるんで、やっぱりどうしてもねそうなってくると注意力が落ちてしまって、事故が増えてしまうんですよ。だからその11時間だから事故が多い、長時間労働だから事故が多い、だから時間を減らせみたいなね、もう11時間はやめて8時間労働にしなさいみたいになったところで、事故は減りません。全く減りません。荷物の量を減らしてください。11時間労働で荷物がま、例えばね、アマゾンフレックスで11時間、まあ、11時間オファーってま、ないだろうけど、まあ、あったとして、11時間オファーがあったとして、それは極端な話ね、11時間で50個の持ち出しやったらね、事故ってむちゃくちゃ減ると思いますよ。むちゃく、半減以上減ると思う。ほんまに。もう半分以下、3分の1ぐらいになるんじゃないかな。ほんまにむちゃくちゃ減ると思う。11時間、同じ長時間労働でも、持ち出し50個とかやったら11時間で、ほんまに3分の1ぐらい減ると思うんですよ。ということは、長時間労働関係ないやんってなるじゃないですか。だから結局荷物の量なんですよ。それを勘違いしたらね、ダメです。だから、11時間労働やめて、長時間労働やめなさいと。ね。だから長時間にしたら、やっぱりこうやってね、国土交通省がこれなんか、実態調査を行って、あなた1日何時間働いてますかみたいなアンケートを取ったところ、11時間労働が多かったみたいな。だから、まあ、事故が多いんや。だから長時間労働は経過物減らしていこうみたいな感じでやられると、また収入も減ってくるし、そうじゃないんやって。ほんまに。まあ、荷物の量、無理やりな、キャパオーバーの荷物を持たされるから、これは、なんか、この、ない?まあ、その、事故が多いのであって、なんかね、そういう風にやられるとね、結局、稼げなくなってきますし、だからね、なんか変にね、なんか、やめてほしい。ほんで、4時間オファーとかでね、100個とか持ち出しされるんですよ。別にね、だからアマフレでそういったオファー取ったら別にね、料金変わらないじゃないですか。100個配ろうがね、50個配ろうがね、同じ4時間分の、まあ、この日当っていうかね、給料しかもらえないんで、結局ね、なんか、一緒じゃないですか。だからね、その長時間労働をやめて、そういった、少なくしようみたいな、時間を短くしようみたいになると、どうしてもね、やっぱ稼げなくなるし、余計ね、なんかそれはそれで、無理な荷物を渡されて事故が増えてしまうと思うんで、なんかこの実態調査マジで俺は間違ってると思うんで、これはちょっとなんか怖いなと思う。この実態調査を踏まえてちょっとその軽貨物の働き方を変えようみたいなね、なんかなられるとなんかそれちょっと怖いなと思うんで、なんか委託さんもね、まあその正直俺今デリプロとかやってますけど、11時間でま、1便2便がどうしてもあるんで、11時間で帰れる、ことはあんまないですね。1便2便合わせて朝の積み込み、まあ、なんかね、半で分かれてるんですよ。なんか正直なんか朝、その、センターにね、車が、もうほんなね、20台、30台いきなりつけれないんで、なんか半ごとにね、まあ、だから7時から、まあ、一班みたいな、7時半、2班みたいなね、8時3班みたいな感じでこう分かれるんですよね。どうしてもその台数が入る台数が限られてるんで、1班の人は7時に積み込みに来てくださいみたいな、2班の人は7時半に積み込みに来てくださいみたいな感じで分かれてるんで、あれなんですけど、まあ初めの一番早かったらね、まあ7時とか7時半ぐらいにまあ着いて荷物の積み込みして、
まあ出発するじゃないですか。まあそっからをスタートとして考えて、まあ7時をスタートとして考えたらね、どうしても19時指定って絶対あるじゃないですか。まあ絶対じゃないけど、まあほぼあるじゃないですか。もうそうなったらその時点で絶対12時間労働なんで。で、まあ19時ね、まあ、落として、で、まあ19時半に、エリアを出てセンターに向かって、8時、20時にセンター着いて、まあ、なんか日報とか書かんとダメなんですけどね。まあ、その日報とか書いたり、持ち戻りの処理とかして、20時半、まあ、早くて20時、20時半に、まあ、退勤みたいなね、感じにしたとして、早くて20時やったとしても、その時点で13時間労働なんですよね。それでも、ま、早いんですよ、正直。うん、まあ、8時に、もう完全に、もうすべて終わったら、まあまあ早い方かな、みたいな、感じなんでね。だから、それで13時間か12時間、13時間労働ぐらいなんで、だから、正直11時間労働って、全然逆に早いみたいな。もう早退みたいなもんやみたいなね。俺の感覚がちょっとずれてるんかもしれないですけど、11時間労働って、むっちゃ早くねみたいな感じなんで、だからどうなんだろう。だから、軽貨物やってる人からしたらね、俺、軽貨物やって1日11時間も働いてるんや、みたいなね、それを軽貨物の仲間に多分言ったら、お前11時間しか働いてないのみたいな、多分逆になると思うんで、だからこれ長時間労働じゃないと思うんやけどな。だからその認識で、軽貨物に参入してくると、絶対続かないんですよね、こういう人って。時間拘束が長いっていうのが、何嫌で辞める人っていうのが、もうすごく多いんで、ものすごく多い。まずそこなんですよね。拘束時間が長いっていうのが、不満にならあるんですよ。キャール人って。今までサラリーマンとかやったら、だってね、まあ8時5時とかじゃないですか。で、8時5時から5時以降はだって残業代出るから、まあ例えば8時まで残ったら3時間残業がつくわけじゃないですか。残業代がね、そこでプラス乗っかってくるから、あれなんですけど、だからね、1日12時間働いたらね、まあまあな、それを毎日やったらまあまあな給料になるわけですよ。月収にしたらね。でもそれがまあ個人事業主にはないわけじゃないですか。で、まあ8時間、まあ大体ね、まあ12時間労働ぐらいじゃないですか。平均12時間労働ぐらいですよ。で、それを、サラリーマンの人がね、まあ個人事業主やって軽貨物来て、まあ大体1日12時間ぐらい働くと、これが会社員やったら、こっから残業代がね、毎日3時間つくんや、みたいな。3時間ついたら、まあ大体基本給はまああれですけど、まあ平均したら3時間で5000円はつくわけですよ。1日ね、プラスで。3時間働いたら5000円ぐらいプラスつくんですよ。それをね、収録で働いてとかやったらね、それなりのね、まあ1週間で言ったら3万ぐらいプラスつくわけですよ。それを1ヶ月、4週間やったら、それだけで残業代だけで12万つくわけですよ。っていう計算をしてったらね、あれ？これ、サラリーマンの方が儲かるやんみたいな。こんだけ働くんやったらサラリーマンの方が儲かるやん。ボーナスもあるし、年収にしたらサラリーマンの方が儲かるやんみたいな感じで、こんだけ拘束時間が長いんやったらやめようみたいなね。そういう考えになるんですよ。だから、損っていうかね。うん、これやったら儲からへんし、軽貨物は損やなって言ってやめていかれる。ですよね。そのちゃんと計算したら、こんだけ拘束時間が長いと、やっぱりサラリーマンで働いてる方が得やし、まあ安定もするしね。まあこんなしんどい思いもせんでいいし、やめようみたいな感じで、まあやってみて、1ヶ月もせんうちに、やめていかれるみたいなも、方がね、多いんですけど、だからそれの感覚で来るのは絶対にやめた方がいいと思うんで、だから僕が思うに、軽貨物をやる人は、サラリーマンで生活ができてる人は俺別にやる必要ないと思うんですよ。もう、切羽詰まった人が、こういう言い方したらね、まあなんかちょっとあれなんかもしれないですけど、もうこれしか無理っていうか、だからお金を一番に考えてるというか、もうこれしかどうしようもないみたいな、サラリーマンの、まずサラリーマンの年収ではもう絶対にどうしようもない。もうほんまに、むっちゃ稼がなあかんみたいなね。もう借金があってむっちゃ稼がなあかんっていう、もう切羽詰まってる人か、別にお金とかじゃなくて人付き合いがもう嫌やし、もうなんかもう自分でね、もう自由に
っていうかね、したいみたいな、自分でこうオファー取ったりとかね、自分でこのシフト、まあ、決めれるわけじゃないですか。別に明日やろ、働こうと思ったら働けるし、明日休もうと思ったら休めるし、まあ、そういうふうに結構自由にね、それ囚われずにやりたいっていう人、この2パターン以外の人が、やると、もう、やめます。うん、やめるっていうか嫌になります。このどっちかじゃないと。だからどっちかに完全に触れてる人じゃないとね、やったらダメの職業なんですよ。経過物。なんとなくその求人とかこういう YouTube とか Twitter とか見てて、今月は売り上げ100万いきましたとかね、そういうの見て、マジで100万いくみたいなね。売り上げで、まあ、100万、こういろいろね、経過物で、まあ、Amazon だったり、引っ越しだったり、そういった、企業の配送だったりとかね、まあ、ビッグゴーみたいなのあるじゃないですか。そういうなんでいろいろやって、まあ、売上大体100万ぐらい今月行きましたみたいな。ほっからま、人件費やら、まあね、まあ、そっから引いて手取りにしたらま、もっと減るんですけど、まあ、売上で100万ってすごいなみたいな感じで、そこの部分だけ切り取って、じゃあ今の給料20万ぐらいしかないし、いや、俺売上で100万あるんやったら手取りにしたらま、そこそこ70ぐらいあるんじゃないかなみたいな感じでね、絶対そっちの方がね、いいわ、みたいな感じでね、みんな参入するんですよ。そういうツイッターやら、YouTube の情報を聞いて、そんだけ儲かるなら行こう、みたいな感じで行くじゃないですか。じゃあ実際行ってみたら、その長時間労働、まあ世間一般で言ったら長時間労働なんでしょうね。この12時間、みたいなね。まあ、12時間、13時間働かされるわけですよ。んで、まあ、13時間働いたところで、デリプロとかで言うと、日当が1万8000円ぐらいなんですよね。まあ、1万5000円から1万8000円ぐらい。まあ、平均して1万7000円ぐらいやとして、1万7000円ですよ。デリプロでね、13時間働いて。サラリーマンの方が絶対儲かるんで、そんなんやったらね。ね、まあ、13時間働いたらね、残業が4時間分つくわけです。4時間ついたら、まあ、6、7000円ぐらいね、1日大体つくわけですよ。まあ、基本給によるんですけど、まあ、大体そんなもんつくでしょう。だからね、そうなってきたら、むっちゃ損やんってなってくるんですよ。だから、辞めていかれるんですよね。だから、まあ、そういう、なんか、いい部分だけを、なんか、切り取って、それを鵜呑みにして、やる人が、ほとんどやめていくんで、だからね、俺はもう、そういう人は絶対やらん方がいい。ほんまに損するんですよね。サラリーマンを辞めて個人事業主にやるって結構大変なんですよ。手続きにしても。もうその保険の切り替えとかそういうのにしてもね、もう結構めんどくさくて、一回個人事業主になってしまうとね、なんかまあ、めんどくさいんですよ。ほんまに。だからね、よっぽどな、さっきも言った、ほんの2パターン。もう、ほんまに人付き合いがもう無理みたいな。もう金じゃなくて、もう自由がいいみたいな。だから一人身とかやったらいいと思うんですよね。別に、守るもんもないし、別に一人で、自分一人で食っていったら別にいいねみたいな。そういう自由気ままにとりあえず暮らしていきたいから、お金じゃなくて人付き合いとかね、何も囚われずに自分のペースでやりたいみたいな。そういう人っていっぱいいるじゃないですか。なんか、社会に馴染めへんというか、この会社に馴染めへん。どこの会社行っても結局、なんか、絶対グループってできるじゃないですか。男にしても女にしても絶対グループとかできて、そういうグループ付き合いみたいな、絶対出てくるじゃないですか。なんかそういうのもめんどくさいし、結局そういった社会に馴染めないというか、会社に馴染めない。そういうなん、組織に馴染めないみたいな人が、やるっていうパターンはいいと思うんですよね。なんかお金じゃないじゃないですか、そこ。そのパターンか、もう、絶対にもうこれしか無理っていう、もう何も、この道しかないぐらい追い詰められてるかの2パターン。それ以外の人は、やめてください。続かないです。ほんまになんかまともな人が、だからやってあかんねんって。ほんまに経過もつってまともな人がやる職業じゃないねん。もうどっちかに触れてる人じゃないと、やったら、だから普通の人が来ると辞めるんですよね。もう一日というか、もうほんまに、数時間で早い人やったらもう辞めるし、お前一日持たんみたいな、数時間で、もうちょっとこれは無理です、辞めますみたいなね。そんな無駄やん。そんなんで辞めるんやったら。じゃあもうそのまま会社にいといた方が絶対儲かったやん、みたいなね。なるんで、絶対損やん、この時間ってなるんで。今から再就職また見つけたら、また行くん、また1ヶ月とかかかるって、その1ヶ月間のね、生活費、20、30万かかるわけじゃないですか。家族持ちの人だったら、その金も無駄やし、時間も無駄やし、だからそんな覚悟やったらもう絶対やらん方がいいしね。だからもう、だから無駄なんです。まあ、やらん方がいいんですよ、ほんまに。なんかいい部分だけね、切り取りすぎ、来てる人。すごいですよ、僕のほんまに。もうすぐやめあるもん。
ほんまに残ってる人ってほぼいい日。もう結局来て1ヶ月、新うちもまた、違う人入れ替わっててみたいなね。すごい勢いで辞めていかあるんで、やっぱ1ヶ月やって、だいたいね、1日の労働時間分かってくるじゃないですか。ほんで計算しちゃあるんですよ。サラリーマンやったらこれ残業がこんだけつくな、みたいな。ってなったら損やな、みたいなね、感じになってきて、でも偉いしね。で、保険代が高いじゃないですか。で、経費とかそういう部分を差し引くと、結局損やみたいになって、やめあるんですよ。だからそういうまともな、人とか、あとその、サラリーマンに戻れるような人は、僕の考えですよ。僕の考えですけど、もうやる職業じゃない。ほんまに。だから、もうそんなね、なんかすごいやりたいんです、みたいな、そういう声がね、いっぱいいただくんですよ。だからそういうね、やっぱね、なんかこう、軽貨物の情報をね、ツイッターとかでこう、いろいろ YouTube とか集めるじゃないですか。じゃあみんないいんですよ。みんなすっごいんですよ。売り上げを上げてやるん。みんなすごいな。100万とかね、超えやるんですよ。俺はいいなってなりますよ。そこの部分だけ切り取ったら。それを、じゃああなたは稼げますかって言ったら、ほとんどの人は結局稼げへんし、まともな考え方の人がね、軽貨物で100万稼ごうと思っても稼げないんですよ。ちょっと変な人じゃないと。ほんまに、もう、追い詰められても稼ぐしかないぐらいの、それぐらい切羽詰まった人じゃないと、結局100万以上稼ごうと思っても稼げないんで、まともない人が、そこの部分だけね、切り取ってやろうと思ってやっても、結局稼げなくて、車購入したらね、車代金も結局無駄やし、やめて再就職探すん、その1ヶ月ぐらいね、次の再就職して、またその再就職先の給料が入るの1ヶ月以上またかかるじゃないですか、まともに入んのね。だからそれじゃ1ヶ月、2ヶ月生活費無駄になるわけですよ。そんで損になるわけですよ。だからね、結局まあそれは無駄なんで、やらん方がいいんやって。ほんまに。だからもうこの記事とか、もう読んでてね、その1日11時間を長時間労働って、書き方をしてる時点で、あ、なんかまともやな、みたいな。だからまともな人がね、軽貨物っていう職業を見たら、超絶ブラックなんですよ。多分ね。でも軽貨物から軽貨物をやってる人からしたら、1日11時間って短くねってなるんですよ。だから、それぐらい洗脳されてる人じゃないと、やったらあかん。1日11時間も働かなあかんのって思うような人が、やる職業じゃないんで、ほんまになんかいろいろご相談いただけることありがたいんですよね。軽貨物始めたいですみたいな。全然ありがたい。そういう DM は全然くれると嬉しいんですけど、だからそういう、まず覚悟があるのかっていう、1年前に DM いただいた方で、DM ね、いっぱいいただいたの、軽貨物始めます、今年始めますって言って、いただいた方で、多分1年前にいただいた DM の中でまだ、未だに軽貨物続けてる人、一人しかいないです。去年ね、僕ね、全部見たんですよ。DM そのいただいて、その方のアカウント飛ぶじゃないですか。軽貨物もとっくにやめてます。はい。だからそんなもんなんですよ。もう、多分、20人ぐらい、去年1年でね、もっとかな、なんかいたんですけど、で、ずっと DM をこうね、一件一件そのアカウント飛んで、ずっと調べたんですよ。一人しかいい。こんだけいて、何十人っていて、未だに1年経って続けてる人、そんなもんなんですって。みんなもう辞めてる。だからね、いい部分だけ切り取ったらあかん。現実はね、こんなもんなん。だから11時間労働を、これは長いと思う人はもうやる職業じゃないし、やっぱね、事故っていうのは絶対につきまとうんで、まあ、それがね、例えばほんまに、11時間で持ち出し50個やったとしても、結局事故っていうのは絶対につきまとうんで、もうそれはね、もう覚悟してやる、仕事なんでね、どうしてもやっぱ危ないっちゃ危ないですね。で、まあ、もうその持ち出しがね、やっぱ多くなればなるほど、絶対人間って焦るんで、早くしなみたいなね。で、責任感が強い人ほどね、まあ、日本人なんか特にそうなんですけど、やっぱそういう責任感が強いというか、やっぱ決められた時間に絶対やらなみたいなね、そういうなんかあるんで、なんか、あれで焦ってね、運転したりとかして、ちょっと無茶なね、運転とかなって、やっぱ事故とかなるんで、ね、やっぱそういうのがあるんでね、やっぱもう、よっぽどじゃないと、さっき言ったほんの2パターンぐらいの人じゃないとね、僕はおすすめしないんで、ほんまにその辺はよく考えて参入してほしいなと思います。もう事故してね、もう体が動かんくなってみたいな
で、こんなでまともな仕事できんとかなったらもう嫌じゃないですか。だからね、その辺もやっぱ怖いんでね、ほんまに他の道があるなら僕は他の道行った方がいいと思う。ほんまにね、あんまり、あんまりね、言い過ぎるのもね、これからむっちゃ燃えてやろうって思う人にとったらね、あんまりいい話じゃないかもしれないですけど、でももちろんいいとこなんかいっぱいあるで。ほらね。ほらいいとこなんかいっぱいある。でもデメリットをまずね、考えとかんと、ね、いいとこばっか取っててもね、ダメなんで、まずデメリットをしっかり理解した上で、するかせえへんかというのはしっかり決めんとね、ダメなんで、その辺は、考えてほしいなと思います。はい。まあ、なんか、今日はね、なんかヤフーニュースの記事を見て、11時間の長時間労働っていう言葉に俺はどうしても引っかかって、まあ、長時間やで、普通の人からしたら、なんかみたいな、普通8時間じゃないのっていうのが認識が普通なんですよね。んで、8時間超えたら残業やし、残業でね、例えば今日は2時間も残業したわ、って言ったら、大変やったな、お疲れさん、みたいになるじゃないですか。なるんですよ。大体、普通の人はね、普通の人はなるんですよ。今日2時間も残業してさ、10時間も働いたわ、みたいな、疲れたやろ、お疲れやな、みたいななるんですよね。普通の人は、軽貨物だったら、大体12、3時間、12時間、13時間、まあ普通なんですよ。まあ全然、まあ普通に終わったぐらいちゃう、みたいなね。やっぱね、それぐらい、感覚が全然違う。だからね、ほんまにそういう感覚で、やれる人じゃないとあかんから、普通の人は来たらあかん。もうそこで、働いとき、そっちの方がいい。働いて、サラリーマン働いて、その分コンビニとかでバイトしてる方が絶対に儲かる。年収は圧倒的にそっちの方が儲かるし、そっちの方がいい。はい。ということで、今日は、なんかちょっと引っかかったんで、長時間労働っていうのと、あと、まあ、新規参入はちょっとよく考えた方がいいよっていう動画でした。何の話かやったかよく分かってないんですけど、まあこんな感じでね、僕はずっとこんな感じでずっと喋ってるんで、多分これね、一生喋れるんですよ、僕。何の話題でもいいんですけど、もう、たった11時間労働っていうね、そのワードに関して僕今もうこれ25分以上喋ってるんでね、変態じゃない？僕これすごくね、たった11時間っていうこのワードに対してこんな喋れるやつってなかなかおらんくない？はい。多分僕はね、ちょっと、変なんです。はい。まあ、皆さんご存知の通り、こういう変なやつじゃないと、軽貨物やったらあかんねんって。はい。まあ、だからね。まあ、でも、これを見てる皆さんも多分ちょっとどっちかっていうと僕よりやと思うんで、まあ、そういう人がやっても大丈夫かなと思うんでね。はい。すいません。変って言ってごめんなさい。全然。はい。ということで、またなんか、っていうか僕今日誕生日なんで、皆さんなんかなんか DM ください。DM とか、なんかこういう話を聞きたいとか、またなんかネタとかね、いろいろあったら、ぜひ、コメントも欲しいし、DM も欲しいし、ぜひね、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。